北緯34度39分6.6秒、統計135度28分30.8秒、北緯34.651833度、統計135.475222度、34.651833、135.475222、千島ガーデンモールとは、大阪市、大正区千島に位置する、住友商事系の重症アーバン開発が運営する、 複合商業施設。計画は、千島土地株式会社が担当。基本構想及びデザインは、インタープランが監修。当地は、栗本鉄工所創業の地で、1909年に、創業を開始した千島工場があった。同工場は、生産拠点再構築のため2002年に閉鎖され、工場跡地に千島ガーデンモールが建設された。2000年6月30日、 大阪市議会文教経済委員会にて、千島土地の対象区における大規模小売店舗出店計画に対する陳情書及び千島土地の対象区における大型店出店計画に反対する陳情書について、日本共産党の瀬戸和正市会議員が質問者となって審議された。その中では、当時計画段階の千島ガーデンモールが対象区内の小売店舗の 全面積の3割を占める問題などの議論が行われた。結果、対象区商店会連盟の陳情書が全会一致で採択され、対象民主商工会の陳情書は、一時不採議の原則により議決不要の取り扱いとなった。2001年1月に開業し、現在に至る。地上1階建てで、飲食施設は4店舗、物販施設は9店舗が入居している。 ありがとうございます。